露格された CSS アラバマに搭載されていた7インチ単体型ブルック砲ブルック砲は南北戦争中に南軍が使用した関西用及び要塞用の前装式の試乗砲であり、設計はアメリカ連合国海軍の士官であったジョンブルックが言った。1861年から1865年にかけてバージニア州リッチモンド及び アラバマ州セルまで製造された。ブルック砲は仕上げの洗い方針と方針後部の補強用の連鉄製体状金具により識別できる。方針は製造の容易な中鉄製であるが、薬室部分は発砲時の高いガス圧に耐えられるように連鉄製の帯を巻いて補強してある。北軍のパロット砲も同様な補強を行っているが、 アロット法は1枚の帯で補強していたのに対し、南部の工場では製造能力の限界から厚さ2インチ、幅6インチ程度のものしか製造できなかったため、これらを組み合わせて補強を行った。市場の数は法のサイズに関わらず7本右回りであった。ほとんどのブルック法がダールグレン法と同じくゴマースタイルの薬室を採用しており、6.4インチの 単語尾型市場法のみが単純な半球型の薬室を採用していた。ブルック法はリッチモンドのトリディガー鉄鋼所とセルマのセルマ海軍工廠で製造された。セルマで製造された法には S の文字が刻まれており、トリディガーで製造されたものには TF と刻まれている。少数ではあるが RNOW と刻印されたものがあり、 これらは1863年5月にトリディガーの工場が火事で焼けたため、一時的にリッチモンド海軍交渉で方針内部ライフリング加工を実施したためである。ブルックは1863年1月8日までの14門の6.4ミン単帯型市情報が製造されたと報告しているが、トリディガーの記録では11門とされており、またそのうちの何門かは、 出荷前に二重体型に改造されている。三問は1861年に、残りは1862年に中造された。最初の二問は、装甲艦 CSS バージニアの原則法として、搭載された。また二問が、装甲砲艦 CSS ニューズの前後の、旋回法として、他の二問は、装甲艦 CSS アトランタの原則法として、 搭載され、ワシントン海軍交渉のウィラードパークに現存している。二重体型足情報は、海軍長官、スティーブン・マロリーの指示により1862年10月28日から製造が開始された。1862年から1864年にかけて、トレィガーで24門、セルマでは27門が鋳造されたが、鋳造時の問題のため15門のみが出荷された。 出荷されなかったもののうち5門は8インチ格好法に改造された。二重体型主情法は9門が現存している。うち4門は CSS テネシー、1門は CSS アルベマールのものである。テキサス搭載用に描かれた単語尾型ブルック法の設計図最初の7門の単語尾型7インチブルック法は1861年7月から12月にかけて、 未加工の9インチダールグレン法方針ブロックを用いて製造された。うち2問は CSS バージニアの前後の旋回砲として使用された。1862年と1863年にトレディガーでは19問の単帯び型7インチ法が製造されたが3問は現存しておりない2問はワシントン海軍交渉に CSS アラバマの記念品として展示されている。 セルマでは1863年から1864年にかけて54門の二重体型7インチ砲が製造されたが、鋳造の不具合のため出荷されたのは39門であった。トレディガーでは1863年から1865年にかけて36門を製造した。二重体型7インチ砲は8門が現存している。うち2門は、 CSS テネシーの関西砲であり、一門はワシントン海軍交渉に、一門はセルマに展示されている。1862年には、三門のミエタイ型7インチ砲がトレディガーで製造されている。ミエタイ型は、他の7インチ砲より、砲身長が15インチ、長く、また他のブルック砲とは異なり砲耳は一体、鋳造されず、砲口部に後付けされた。 一門は CSS リッチモンドに搭載され、一門はサウスカロライナ州チャールストンに公安防衛用として送られた。この砲はモールトリー要塞に展示されている。二重体型8インチブルック史情報トレディガーでは1864年4月と5月に4門の二重体型8インチブルック史情報を製造した。一門は CSS バージニア2に搭載され、 一門は、ジェームズ川の防衛砲台に使用された。しかし1864年8月13日から22日の、ダッチギャップ運河の戦いの際には、砲弾はなく、10月27日から11月2日に、かけて補給されている。現存砲は確認されていない。ブルックは何種類かの格好砲も設計しており、少数がセルマとトレディガーで製造された。 セルマでは鋳造の不具合があった5門の6.4インチ市場法用方針ブロックから8インチ格好法を製造しており、1門はセルマに現存している。ブルックからマロリー海軍長官への報告では、補強体のない8インチ格好法の記載があるが、それ以上のことは不明である。7インチ市場法用方針ブロックを9インチ格好法に転用することも試みられたが、 これは失敗した。7門の二重体型10インチ格好法が1864年にセルマとトレディガーで鋳造された。現存法は2門で1門は CSS コロンビアのものでワシントン海軍交渉に展示されている。セルマでは12門の二重体型11インチ格好法が1864年に鋳造されたが出荷されたのは8門であった。 一門は、ジョージア州、コロンバスに現存している。1863年と1864年には、トレディ側では2門のミリタイ型11インチ格好砲が製造されているが、現存していないと思われる。ブルック市場砲は、鉄鋼弾、榴弾双方を発射することができた。鉄鋼弾は円柱型で、先端は反調を防ぐために平らかあるいは鈍角を、 持つように加工されており、ボルトと呼ばれる。榴弾は円柱型で、先端は球状になっていた。作薬は黒色火薬で、可変次元進化が用いられた。格好法は、休憩弾を使用し、走行目標用には、実体弾、非走行目標用には榴弾を発射できた。ありがとうございます。